皆さんこんにちは、ケンです。本日は、ご報告ということで、はい、なんと私ナルーマスクさんのアンバサダーになりました。おめでとうございます。はい、今もしてるんですけど、で、ナルーマスク、皆さん知ってるかな。ロードバイク乗ってる方とか、まあトライアスロンとか、あとはランニングしてる方とか知ってる方多いと思うんですけど、まあマスクのメーカーさんです。はい、で、まあ僕もロードバイク始めてからずっとナルーマスクを愛用してまして、で、アンバサダーになった経緯なんですけど、まず、まあメーカーさんからお声かかったというよりは、ナルーマスクジャパンさんの方でアンバサダーを募集しますみたいな、企画があったわけですよ。そこに、私も応募しまして、まあ、自分がナルーマスクを作って、すごい、もう、まあ、ロードバイク乗るときはナルーマスク以外はあんまり、使う予定もなかったし、もうアンバサダーになろうかなと。はい。まあ、今まで、まあ、YouTube とかで提供っていうのがあったんですけど、アンバサダーっていうのは、まあ、若さじセンチュリーライドというイベント以外は受けたこと正直なかったんですね。なのでアンバサダーになるからには、まあ当然そのナルーマスクジャパンさんと一緒に、まあ、より良いマスクを開発するためにっていう活動と、まあ、このナルーマスクの良さを発信していけたらなと思います。で、一応契約は半年間となってます。はい。で、まず今日は、その中でも、まあ、ロードバイク乗りでいうと3月になると花粉の時期が来ますよね、うん、なのでその花粉とかに特化したマスクで、かつ、まあ、ロードバイクとかスポーツバイクに乗った上で適してるなっていう、マスクを今日は、まあ、ピックアップしてご紹介したいと思います。ナルーマスクさんは本当に種類が豊富なので、まあ、皆さん多分ホームページ見ても迷われると思いますので、まあ、私がおすすめするものをちょっと今日はご紹介します。で、その中でも F シリーズっていうのがフィルターに特化してる、まあ、簡単に言うと花粉とかそういうホコリとかを排気ガスとかをブロックしてくれるのに特化したマスクっていうのを、これからの時期、まあ、花粉がひどくなるんでちょっと紹介していきたいなと思います。まず私がこれしてるんですけど、これね、 F シリーズの中でも、普段使いに特化したマスクです。 FU プラスっていうやつです。で、まあ、見た目も普通のマスクで、今これグレーなんですけど、ここで調整できます。はい、顔の大きさに合わせてここは調整できたりとか、で、このマスクも、L サイズと、S サイズっていうのがありまして、私は今 L サイズを提供いただいています。なので S サイズだったらお子さんとか、例えば小顔な女性の方とかでも、合うと思います。で、まあこういうふうに、裏に、例えばデザインマスクとかだと、こういう切れ目とか、つなぎ目とかあると思うんですけど、これはフィルターが、ありますので、すごい柔らかいんですね。で、呼吸もすごいしやすい。で、かつ、鼻のとこもこういう形状が作れます。なので、まあ、ここの、耳かけと、ここの鼻の部分で、合わせて、しっかりと顔の形に合わせてあげれば、まあ、1日ずれることないです。日頃、まあ、自転車の修理とか、ガイドとかやってるんですけど、これをしてるときは、まあ、こういうふうに直すことがだいぶ少ないです。じゃあ、触らなくていいってことね、顔。そうね、マスク結構直したりとかがずれづらい、うんうん、で、喋ってるんですけど、こういっぱい喋って口の動きも見えると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとピタッとはしてます、うん、はい、ピタッとはしてるので口の形とかはすごい出ちゃう感じではあります。ただ今ちょっとこれグレーなんでそうかもしれないですけど、実は色としては黒で、今つけてるグレーで、ベージュ。ベージュはどちらかというと、女性とか向けかなっていう感じは、個人的には
イメージとしてあります。女性ターゲットにしてるのかなっていう感じはします。まあ黒とかグレーだとあのどなたでも使いやすい感じかなと思います。ベージュだとあれかな、化粧とかのついたりたまにすると思うけど、そう、それが目立たないためにベージュなんじゃないかっていう、はい、あの感じはしますね。表情も明るく見えるっていうのもし、うんうん、顔色がよく見える。そうそう、で黒だと逆にそういう風に口の形とかが隠れると思いますね。もう少しグレーよりはマシ、むしろそうそうそうっていう風にラインナップがあります。 UV カットもしてくれるし、フィルター機能もあるし、洗えば何回でも使えるというものがこのまず FU プラスで、続きまして F1S っていうモデルになります。まあ、モデルさんの着用イメージこんな感じね。でこれは2面フィルターになっていて、ちょっと黒なんで見づらいかもしれないんですけど、ここフィルター機能が高いところと、まあ裏というか、まあ前後ですね、前後ひっくり返すとこっちは薄い、これ分かりやすいと思う、薄いでちょっと分厚め、フィルターが機能が高いやつで、これはすごい今ロードバイクに向いてる、F シリーズの中でもロードバイクに向いてるような、マスクになります。普段使いというよりはスポーツに特化したマスクで、ここの生地っていうのはすごいあのね、サイクルジャージとかね、ビブショーツみたいな感じの伸縮性があってちょっと薄いで、あの速乾性もあって接触冷感素材でできてます。じゃあつけてみましょうか。スポーツにもってこいの感じ、そうで、こっちがまずフィルターが厚い方ね、うん、でフィルターが厚い方はさっきの FU プラスと一緒で、ここ鼻形状作れます、うん、と形状作れて、でこう緑のやつでかけてやると、うん、でここが、接触冷感ですぐドライになります、うん、でここでしっかり花粉とかホコリをブロックしてくれるっていうものになります。でこっちの面についてはあの正直あのヘルメットサングラスしてあのここで使ってヒルクライムしてきたんですけど、止まるとサングラス今の時期だともう曇っちゃいますね。こっちだと、はい、分厚めの方だとサングラスは正直曇っちゃうと。なので私はあの普段どちらかというと反対側のこのメッシュタイプの、めっちゃ薄いの分かると思うんですけど、こっちの方がつけてる、うん、でこっちはないんだわ、こういう鼻の形状作るやつ、けどピタッとしてそう、そうで薄いからピタッてするんですけど、でこっちはもうすっごい呼吸が楽なの、なんかちょっと見えないからあれなんだけど、めっちゃもうスースー抜ける感じのものです。例えば心拍数上がるヒルクライムとかでこっち側をつけたとしても、あの眼鏡曇ることなかったです。もう貫通してるというか、ただその分その後ろ側よりはフィルター機能が落ちちゃうので、どちらかというと外であの心拍数上げるような運動してる時とかヒルクライム中とかにおすすめです。ただまあこっちはすごいあの冷感素材というか、あの冷えちゃうで、下りとかでダウンヒルしてる時すごい寒かったんですよ、ここが、あ寒ってなってこっち昼あのダウンヒルとかだとこっち使ってましたね、うん、こっち側を使ってました。あとはサングラスしないし、あの例えばコンビニ立ち寄ったりとか飲食店立ち寄るときはこっちの方がブロック効果高いんでおすすめです。はい、前後で変えれる機能を変えれるのは、そうですね、なかなか珍しい気がする、うん、でまあ例えばまあいろんなアマゾンとかいろんな、まあ、マスク使ってきましたけど、こういう結構薄めなので、あのなんていうの、汗濡れによる不快感っていうのはこの F1S っていうのはかなり少ない。ここがもうそういう生地だから、うん、はい、もちろんまあここだけはちょっとあの分厚めの方だけはちょっと汗濡れとかは出ちゃうけど、この後ろ側のねメッシュタイプの方とか横側は全然不快感はないです。
なのでこれはもう激しい運動をするロードバイク乗りとかにはおすすめ。うん、このまあ F シリーズの中でロードバイク乗りが、まあ、迷ったらこれかよ間違いないかなって僕は個人的には思いましたね。とはいえ、まあ、これお値段4500円しますと、まあ2つのマスクが一緒になってると思えば、はい、そうですね。まあまあで、まあもうちょっと お求めやすい3000円台前半、3200円のものがこの F シリーズの中でも F5S ってやつです。まあ簡単に言うとここの横の部分が布みたいな、はい、さっきみたいにピタッとサイクルジャージみたいな感じじゃなくて全部が布みたいな、全部同じ、そう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 。でこれは今顎までなんだけど首までのやつもあります。数百円ちょっと高くなっちゃうんですけど、で顎までのやつの方が年中使えるかなっていう感じします。でこっちも同じで、ちょっとこれ初めて使うわ、これこっちも同じで色はね、多分ね、僕のイメージでブルーもらったインスタの多分画像、こういう風にこっち目が粗い方、でさっきのメッシュより目が粗いです、で呼吸としては一緒なんだけど、さっきのまあ高級な方 F1S の方がメッシュは細かいかな、メッシュの目が、はい、でこういう風に青なんでちょっと目立つんですけど、で反対側はよりしづらいで太い方、まあ分厚い目の方は同じくここに鼻の形作るやつが入ってるんでズレズレないです。これはまあ顎までの長さでまあ一番買いやすい入門編みたいな位置付けなのかなって個人的には思います、はい、2面フィルターで手洗いすれば何回でも使えます。一応全部の F シリーズに言えるんですけど、まあ100回の洗濯実験をしてるそうですよ、はい、100回の洗濯実験をしてもフィルター機能は保ったままですっていう、まあ、証明はされてるようです、はい、なので、まあ、正直3000円ぐらいなんですけど、まあ、その100回洗えるとしたら3000割100をすると1回あたり、まあ、30円とかで使えちゃうと、もっと使えばもっと安く済むと、うん、私このマスク提供してもらう前に X シリーズっていうのを使ってて、もう何回も洗濯して使い込んでますが、まあ、伸びはちょっと出てきたかなと思うんですけど、まだまだ全然使える。以上が、これから来る花粉の時期に向けておすすめの、マスク、3選でした、よかったら各商品のレビューをインスタグラムで、まあ、アンバサダー活動を行ってますので、ぜひ気になる方は、レビューをご覧になってください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。個人的にはどれが一番気になるの？個人的に、うん、F1S だね、間違いなく。あ、そうなんや、うん、今まで買った X のやつも除いて全部にすると F1S かな。Mm-hmm.